おっすおっす、ちはやだよ。138万人くらいかな、のマリオが命を絶たれたこのコース。クリア者はまだ200人しかいない。4万人クリア、プレイして200人しかクリア者がいないっていう恐ろしいコースですね。かなり有名なコースですが、早速やっていきましょう。途中でキノコ取らなきゃいけないとこは俺苦手なんですよね。これマリオメーカー発売されて結構間もない時に出た結構難しいコースってやつで、一世を風靡したんですよね。で、実況者さんのなんか、投稿者の登竜門的な感じのコースになってますよね。まあ、今更やるんですけど。当時はこのコースクリアできる人が上手い人みたいな、なんかそういうあれがありましたね。当時はね。オッケーできたけど、食らった食らったな。ねえ、こうなって、ここでヒップドロップして、下に乗って、右にまた進むっていう感じの、感じです。よし、来たー。で、ほっとしゃがんで、ヒップして死にます。マジで？ここはどうすんだっけな。しゃがんで、ここに乗ってしゃがんで、ここ入って、ここ上行って、はい。はいはいはい。あ、しまった、ミスった。ここヒップドロップして、右に進んでですね。あぶねえ、来ましたよ。で、ここヒップで、はぁ、マジで？そのミスはチン、あぶねえ、しまれていそうになった。よし、来たー、久しぶりー。87かー。これ、時間大丈夫かな。おっ。オッケイ。あば天才か。あぶねっ。あー。ちょっと遅いんじゃない？大丈夫か？うわそこ当たんのか。届け、あぶねえ。よし、よっしゃー、来たー。ほっ、あ、届かない。OK。時間足りてねえな、これ多分。49秒じゃ多分無理だ。ここまで来たけど、多分ダメだな。くっそー。まあ、行けるとこまで頑張ってみましょうか。下じゃん。うわ、詰まった。よいしょー。OK。1、2。サンガリア。ちょっと早め。オッケー。あぶね。あー、当たる、当たる、あぶね。よし、来た。でもだいぶ遅いな。3秒くらい。3、4秒くらい遅れてんな。これ多分届かないや。まあ、行けるとこまで行ってみましょうや。ほっ。上。上。で、こっから上。ワンワン注意。意外とワンワン注意。はいー。やらかしてるー。ここ来たの久々だ。ちょっと本気出すね。うわー、タイムアップだ。確かに2番目のとこでちょっとロスってたんだよな。あー、惜しいですね。あとちょいですね。もうあとは削りの作業だけだ。いけるいける。
4、3。おー、来たー。ほっ、よっしゃー、来たー、お疲れー。じゃあこれ行ってみましょうか。いいねランキング第6位、セルフデストラクションイニシアイニシアテッド読めない。左行こう。自動的に壊れていく的なやつだったよね。セルフで、そう、このコース自体が壊れていく。読めない。一番最後のやつは何だったんだろう。全然、喋る隙間がねえぞ。喋る隙がないけど、でも、コイン誘導してくれてるからな。これなんかやったことねえか、俺。なんかやったような記憶あんだけど。気のせいだろうか。気のせいだろうか。中間いただきますよ。でででで。スターか。逆に難しそう。さあ行きましょう。コインに集中して、飛ぶべきとこで飛んで、死んだー。よいしょいい、よいしょいい。これでどうだ。お疲れい。いいコースだったね。これ結構難しい。2ブロック空きのところがジャンプジャンプジャンプでいかなきゃいけないから、そこが難しいですね。マリオ3スピランですねこれね。じゃあこれやって終わりましょうか。初心者にやらせるコースにしては、やってもらいたいコースにしては長かったですけど。うわ、下だ。でも一番右まで行くのに30秒しかかかんねえのか。もう完全に集中力切れなんですよね。あのスピラーの一緒にやってるから。完全に集中力切れの中でやんなきゃいけないから。たった30秒でも相当難しく感じそう。これは、初心者は、もしやっちゃうと、途中でやめちゃうかもね。こんなもんかな？ギミックを理解しなきゃいけないから、ここら辺の。もしかしたら、楽しむ前にやめちゃうかもね。わかると楽しいんだけどな、こういうのは。お、投げて、下ですね。下ですね。上ですね。トーンといって、ゴール！オッケー！お疲れい。じゃあ今日はこれで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース！